あ、あ、えやってるのいや、この人絶対いい人だわ 来ましたンンランドサガ第2期です、ね、いや前回は新しいキャラクターが登場してきてね。そこに、まあ、その奴隷のね、行った先にトルフィンがいたけど。いやー、へへー、入りがもうかっこいいわ。一瞬で心掴んでくるじゃん、この曲。いやー、で、なんでトルフィンがね、 ほんと今奴隷として働いてるんだろうね。まあけど奴隷でいるおかげであれかな。一応そのね、剣から、剣というか戦いからは、身を遠ざけてるって形にはなってんのかな。だったらそっちの方が、もしかしたら、まあ幸せなのかなとも、思うけどね。 やっぱ、クヌートにあれなのかな切りつけてかかっちゃったっていうのもあって、奴隷になっちゃったのかなそれともクヌートは、まあ、寛大だったから、まあ、トルヒンは解放されて、で、解放された後に、自暴自棄になってね、アシラってこのこともあったし。で、なんかやらかした結果、今の立場なのか。そこだよね。 レーフさんもまだね、で探してくれてんだよないやいつか一緒にあれだよ、オルガンとことか帰ってほしいんだけどなそこはどうにかなりませんか、今回。このシーズンで。さあ、来ましたね。トルフィンたちのところかな。あ、この馬、いたよね。うん。 ケティルの農場。あーここの名前か。いやあ、ちょっと顔に生気がないね。そしてちっちゃい。あんま伸びなかったんだね、背。うん。生、う、気、ん、ないなーうん。森。 <laughs> ねえ、森。違ううん。ああ、ここあれか、開墾していって、貸す。うん。んうん。買い上げる。 ああおえ <laughs> めっちゃいい人うん。まあ、最初からだよね。なんか選んでる時から悪い人ではないなって感じたけど。わー <laughs> <希望> <laughs> わー希望わーえ 悪い話ないよね、実は。っていう。疑っちゃうんだけど。うん。えー、そんなうまくいくのかないや、この隣の人とか怪しくないうん。うん。あ、けどそんな感じには見えないかも。あそうなのいや、疑っちゃったよ。うーん。 いや、すごい。ええー。いや、大当たりじゃない来た場所。うーん、けどなんかトルフィンが。あー、行っちゃったよ。いや、いないけど。<laughs> 行っちゃったけどね。<laughs> うん。 もう全く興味ないね,ね。そもそもさっきの話すら興味なさそうだよね、トリフィンは。いやー、当たり前じゃないでしょ、これは。うーん。いや、そして何も答えてくれないね。うん。うん。あれ いやーこれ、アイスランドうん。あれあってたっけ <laughs> まあ、そういう感じか。まあ、俺も笑ってるけど。ちゃんと地図させんけどな。うん。これが、作業場あ絶対途方もないって。うん、だって3年って話してたんだから、 うん。いや、だからまさに森だよ。最初違うなって言われたけど。いや、ほら。う <laughs> ん。これ、切ってくのはさ、あれだけど、この根根。根の処分めっちゃ大変だと思うんだけど。掘って。 うん。いや、早速。ああ。やっぱ難しいのかなコツがいりそうだね、これも。もう体格はいいけど。なんか思ったより愛嬌あるな、この人。うん。うん。一日も早くっていうね。うん。 ああ、皮と直角になるほど。ああ、切れた。<laughs> お腹鳴ったね。<laughs> おうん、お昼。うん、ある。うん。うん。 ああ、ここに来てくれんのうん、すごいね。あああ、なんか、どうかなやっとなんかある意味普通の感じの人が出てきたかなーいやーこいつらなんかちょっかい出してきそう。ねえ、それ誰の今食ったのは誰の やばい。ああ、体験してる。いや、絶対食ってたやつだよ、これ。うん。うん。うわあ。ああ、トルフィンとかもうあれかな。こういうのやられても、文句も言わないのかな。 もう争いから。うーん。どうする暴れるかなうーん。いや、むしろこれがあれだよね。うーん。ああ、自由民。 うん。いや、こういうのを俺はまさに想像してたからね。奴隷になって。うーんあ、ああ、ああ、トルフィン。ああ、やらないんだ、やっぱ。争わないんだね。 うん。もう言われ放題だ。うん、なんかトルフィンが強いなんて知りもしないんだろうね。うん。うん。うん、いやーけど、それがここの諸生術というか生き方じゃない おん、引く。いや、大変だ、これ。おん。うん。いや、てか、トルフィン。あー。けど、これ、一人でやってたら、戦いはしてなくてもめちゃくちゃ体鍛え上げられそうだね。 いや、それ引っ張るんでしょだって今から。凄そうだよ。えー。うわー動くー。ああ、引っかかっちゃうね。うーん。ああ。 いや、持ち上げろって言われても、とんでもないも最初。いや、すげえすげえなおおこれをずっとやんのか、ひたすら毎日。しかもあんだけしかご飯もらえないのに。やば ああ、もう痛めちゃうだろうね。めり込むだろうし。うん。いや、けど下手に手出せば、ますますあれじゃない いやーけどそれでもちょっかい出すとまずいぜきっとさあうん、はあ、だからあれ以降やっぱ生きる希望みたいのは全く見いだせてないんだろうねトルフィンうん ねえ、それねん。あ、来た。ああ、どうするうんー。いやー、この人はいい人なんだけどねー。ああ。 大丈夫えあーあああんー、一目惚れいや、これこそ大丈夫かねえ。そこを見入っちゃって。もしそれ知られたら大丈夫かな娘か うん。いや、娘なんじゃない今の人の。いや、ここどうなってくんだろう。うん、いや、怖いなぁ。怖いなぁ。<laughs> <laughs> 不安しかないなぁ。 この後の展開に。さあ。うん。収穫の季節になったんだ。なんか、作そ草だけどね。これは手伝うのかなトルフィンたち。あ、あの子かな出てくるのか あ、あ、えやってるのいや、この人絶対いい人だわ。こんなのやらなくていい立場でしょ。うん。すげえ平和そうだよね。もうあいつらだけはちょっとさ、気になるけど。いや、この人に何もないといいけどなー なんか解放される寸前とかにさ、この人殺されてうやむやになって解放が、それでっていう展開がなんかきそうな気がすんだよね。うーん。いや、素晴らしいね、リーダーとして。うーん。あ、で、やっぱやってんだね。うーん。いや、けうな例でしょ、これは。うん。 うん。これは剣なんかしょって。うん。え下打ち息子かこれ。こんなこと言えんの家族以外ありえないよね。うん、息子っぽい。 いや、こいつ大丈夫かいやー、こいつなんかやり、やらかしそうだね。お前が原因で大変なことになるんじゃないの、はあ、うーん。うん。いやー、ちょっと調子乗っててあれじゃない戦場とか生きてるとか言っちゃうタイプなんじゃないのあんな検証って。 ああ、オルマル。あ。うーん。いやーまさか息子がこんな感じなんて <laughs>。この人の子供ならもっとあれだと思ったけど。うーん。 ああ、継ぐ気もない。いやいやいや。あ,あほーら、言う出すと思った。<laughs> あかがんねえんだろうな。<laughs> そこにつけてたら。かっこいいけど実際はね。うん。そんなことすらわかんないようなやつが、戦場行ったら秒殺だろう。う もうトルケルの前に立ってみろよ、お前。もう絶対おしっこ漏らしちゃうと思うよ。<laughs> いや、これどうかなそんな危ないやつなんないかなトルフィンがなんか。うん。行く、イングランド。うん、ああ。うん。 うん、クヌートの名前出てきたよ。<laughs> いや、切れないよね。<laughs> いや、切れるかなと思ったけど <laughs>。意外と達人なのかと思ったよ、一瞬。あで、村かなんかの子に手出しちゃってんのかな。うん。うん。まあ、ずっとそう言っててあれなんだろうな。 おうーうん。そうしとけよ、こういう場所にいられるんなら。うん。いや、思ってくれてるんじゃないうん。いや、もう、<laughs> もうそうしとけ、そうしとけ。 え何 <laughs> 何なのこいつはうん。くっつけたいのかうん。お <laughs> いや、こんなん知られてんのやだ。<laughs> 最悪だわ。ああ、娘なの <laughs> いや、けどこんなだろうね。うん、玉残しだもんなー。ああ、出てきちゃったああ二回戦なし。うん、そういうことじゃないんじゃないあらららららあ、だだだだだだ。うあうん、まあ、そこは間違ってないよね。 うん。いやいやいや、言ってたじゃないそんな感じ。いや、けど、あの、娘は、純粋に好きそうだけど、あー、泣いてる。うーん。うーん。うん。これは あのー、ご飯奪ってた奴らだっけうん。<laughs> めっちゃ酔っ払ってるやん。<laughs> うん、<laughs> ご機嫌だね。<laughs> いや、もう飲むのやめろよ。うん。 ねえ畑いや、舐められてるな、こいつ。こんな態度取られて。うん、いや、なんか、そそのかされんのかなこいつらに。 いや、聞く耳持つなよ。うん。うん。いや、ほら、行け、行けいや、付き合わない方がいいって。やばい、やばい。わー、ちょっとこの流れ。 いやー、後々なんか起きそう。うん。あ、トルフィンたちか。あー、今の聞こえてたんだ。 うんいやそれでも頑張ってね再建してたんだよなうんいやまさかこれやった中にいたとかないよねトルフィンが。 さすがに。うんじ人、いや、どうなのうん。いや、どうなのうん。 そこがこれになるのかうん。いや、これどういう気持ちで聞いてんだろうな、トルピン。うん。少年の時の。 えやっぱあれかなどうなの繋がってんのかそういうこと今の景色。いや、終わっちゃった。<laughs> もうエンディングも。いや、映画かなほんと。本当 オープニングにしてもエンディングにしても、クオリティーほんと高すぎでしょ。いやーけど、こっからほんとどうなるのかなこの二人。解放とかそういう流れね。なんかなさそうな気がするんだよね。その前にっていうさ。 さっきのあのバカ息子とか、もうその悪友というかね、あの周りにいる鳥巻が、お父さんというかこのね、収めてる人を殺されちゃうのかなそれともなんか、老衰とか病気とか事故で死んで、悪性に変わるか、 で、その結果なんか起こんのか読めないなまだ。あ、あいつ。何してんだえ何おい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 。なんだ、あの一番最後に出たやつ見たことないけど。あいつがこの状況を一転させる鍵になるキャラなのも。しかもタイトルヘビって。あの親子ともどもあれかな今のやつに殺されちゃったりするのかな なんかその前にね、トロフィンとかが動いてほしいけどね、なんか動かなさそうだよね。まあ、来週もまたね、どうなっていくのか、ぜひね、一緒に見てもらえたら嬉しいです。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕の役者に対するコメントお待ちしております。以上、動画を2つご送りしました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。